フジテレビューをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。佐野瑞希です。山崎由紀です。さあ、初回の放送終わりましたね。どんな感じですか？なんかふわふわしてるんですよ。なんかね、すごく大変だったような、全然大変じゃなかったような。あんま喋ってないんじゃないかって思う。喋ってましたよ。本当ですか？あんまり山崎さんなんか大変だなってずっと見てた。そんな余裕ありました？大変だなと思って。ちょっと待って、私なんかアドレナリン出てるからか、今大丈夫なんですけど、多分家帰ったらダメかも。でも僕もそうかもしれないですよ。家帰ったらね、疲れてドンって倒れるかもしれない。あと本番10分前に私お弁当食べる勇気ないですもん。どうしよっかな、お弁当食べるか食べないか問題が結構私の中で。そうね。だから3割ぐらい食べてみるかもしれない。でも今日のお弁当知ってる？あの祝いポップアップって書いてあるんですよ。本当にあのお弁当屋さんが書いてくれたんですね。楽しく明るい番組をみたいな。あ、そんなこと書いてありました。もうなくなっちゃってるかな。誰か。もうなくなっちゃってると思います。みんな食べちゃってね。山崎さんのお弁当は今日はないと。残念ながら今日はなしと。どうします？明日から今後の意気込みですって。もう分かんないです。明日は明日は明日の風が吹くということで、特に何も、はい、うどん坊さんは、今日家に帰って3時間、はい、反省するとおっしゃってましたでしょ、ね、します？いや、します？私は意外としますよ、こう見る。見るの？見ます。自分のとこだけでしょ？そう。で、ケラケラ笑ってるでしょ？自分好きだもんね。のとこ飛ばす。俺のとこなんか絶対飛ばすもんね。飛ばすこれ見るかな。見ないな。見ない派ですか？もともとそんなに見ないですね。私結構あの自分のところだけ見ます。滑舌とかチェックして。滑舌いつもいいじゃないですか。本当ですか？10分前のお弁当をほんのちょっとだけ食べ過ぎました。7割ぐらい食べたんですけど、半分でいいかなと思ってます。待って、本編の反省は？本編の反省、いや、悪いのは僕じゃないからね。全部スタッフだから最悪の MC ですよ。最悪の MC。 いやもうね、ほんと分かった。もうね、3時間をね、はい、5日もやったらね、もうね、そういう感じでやっていかないと、もうあれがダメだった、これがダメだった、はぁってなったら、もうね、回らないです、頭が。投稿拒否時になっちゃいます。字になっちゃう。もうね、来なくなっちゃうから。もうやだ、もうやだってなる。投稿拒否時。G ね。そうそうそう、G です。はい、おじいちゃんです。でも今日やってみてちょっと感覚分かりましたね。はい。山崎さんどうですか？反省点というか。反省点っていうか、もうどうしようかなっていうので頭いっぱいですよ、私。何を？明日から。だから私たちちょっと打ち合わせギリギリすぎましたね。いや、いいでしょう。これでしょう。これからどうしようかなって本当に考えなきゃいけないのは小室アナですよ。小室アナのめくり方。あれはもう一度ちゃんと、はい、やっぱ育ちが出るから。育ちね。だからこう優しく。なるほど、私たちなら優しくめくりますもんね。親の敵だったもんね。しかもなんか第一はこちらみたいな絶叫ランキング。ぜひ楽しみ。コナメ変えようか。あ、ね、絶叫ランキング変えたいと思います。ということで、今後もですね、ミーハー心全開で今をお届けいたします。ポップアップは毎週月曜日から金曜日昼11時45分からです。皆さんご覧ください。